はい、それでは極中法度もできて、いよいよ鉄の結束を得た新選組はですね、これから半年間ぐらいですね、もういよいよ活躍をするわけなんです。もう京都市内は愚かですね、もうその新選組の名はですね、日本全国に轟くことになるんですよ。京都の新選組には気をつけろよっていう感じなんですよ。だからもう尊王攘夷派の人たちはもう毎日京都で切られているような状況ですよ。京都市内で新選組をもう遠くから見ればもう逃げ出してしまうような状況ですね。だってあくまでも正義は新選組側にあるんですよ。何しろ当時の政権である徳川幕府より老子取締令が出てるじゃないですか。新選組は白昼堂々と怪しい者がいたらもう切っても構わないっていうことになってるんですよ。そんな中、1864年6月5日を迎えるわけですね。この日、京都市内にある旅籠、今で言うところの旅館ですね。ホテルですよ。池田屋という宿で池田屋事件というものが起こってるんですよ。結論から言ってしまうと、この池田屋事件によって新選組は絶頂期を迎えるわけですね。要は尊王攘夷派の人たちが3、40人ぐらい集まっている中を切り込みに行くんですよ。で、7名を切り殺して23人捕まえたという事件ですね。これ人数として聞くと少ないように感じるかもしれないんですけれども、当日この池田屋に集まってきた人たちというのはもう百戦錬磨の達人ばかりで、第一流の人物といっても過言ではない人たちばかりだったんですよね。ことの発端はこうです。この6月5日のですね、少し前に、ある道具屋のスタッフからリークがあるんですよ。どうやら、うちの主人が、なんか武器を溜め込んでいるらしいっていうことで、恐ろしくなって報告しに来るんですね。それが、新選組の耳に入って、新選組がそれを取り締まりに行くんですよ。その道具屋の主人というのが、増谷久右衛門と名乗ってるんですけれども、この人物が実は長州系志士の大物である古高俊太郎であったんですよ。その情報を聞いた近藤勇がですね、土方くん、すぐに、ということで、歳三に出動命令を出すんですね。ただ、歳三はその場を動かないんですね。新選組の晴れ舞台だ。局長、あんたが現場に将棋を据えるべきだ。そうか。ということで、近藤勇はもう二十何人もですね、もう大使を引き連れて、その道具屋に急行するわけなんですよ。で、古高俊太郎としては、もうその道具屋の中に武器も溜め込んでますし、その連判状とかも出てきてですね、もう捕まるしかないんですよ。で、観念して捕まってしまうんですね。で、その道具屋の中から出てきた連判状ですよ。だから名前がいろいろ書いてあるんですよね。その古高俊太郎の同志が何人も出てるんですよ。だもんだから、会津藩からはもう一人ずつ捕まえって言ったらどうだっていうことを言ってくるんですね。ただ、歳三は動かないんですよ。なぜか。歳三はすでに自分の探索チームからの情報で、その敵方が古高俊太郎がもう捕まっていることを知っているらしいという情報を得ていたんですよね。ということは、敵方は当然慌てているはずである。その暴発を中止して京都からもうチリジリに逃げ切るか、それともその暴発を決行するか、そのための前後策が必要である。そのために必ず会合するだろう。きっと会合する。歳三はそういう風に見てるんですよ。で、暴発言ってますけれども、じゃあどこから来たかっていうと、その情報はですね、近藤勇の古い知り合いで水戸藩の人がいるんですけれども、その人から聞いたところによると、そこの道具屋に、武器を溜め込んでると。その武器を使って風の強い日を選んで京都御所に火をつけて、その混乱に乗じて天皇に同座していただきという風になってますけれども、要するに天皇を誘拐するっていうことですよ。で、天皇に長州まで来てもらって、でまだ寄り気があれば京都守護職である、会津の殿様松平容保ですね、これを斬殺するっていう途方もない企てを考えていたんですよ。これね、なんでこのような、途方もない企てをしたかっていうと、長州なんですよ。このあたりの細かいところはですね、ぜひですね、こちらの世に住む日々を見てもらえたらわかると思うんですけれども、ともかくも、長州がもうとんでもないことになっていて、それに同情した、諸藩の人たちですね、だから要するに長州系の志士ですよ、の人たちが集まって計画したいわば苦肉の策なんですよ。で、その会合というのがどうやら旅籠、だから宿ですね、宿である池田屋
というところで行われるらしいという情報をつかむんですね。で、厳密に言うとこの池田屋の他にタントラっていうお店があるんですけれども、ここに集まるだろうという情報もあったみたいですね。池田屋に行く近藤勇の舞台とタントラに行く歳三の舞台とに分かれるんですよ。で、結局池田屋にその獅子、長州系獅子たちが会合してたのは池田屋だったんで、池田屋でこう切り合いが始まるわけですね。近藤勇だとかですね、沖田総司だとかが切り合ってるんですよ。で、その情報を聞いた歳三は後から池田屋に到着するんですけれども、まあともかくもこの新選組のものすごい活躍でついに長州系獅子たちをもう捕殺していくんですよ。それだけではないのは、新選組の他にも会津藩だとかですね、桑名藩だとかですね、他の会津藩の周りの連中がですね、3000人ですよ。たった3、40人を捕まえるのに3000人でもってこの池田屋を包囲してですね、結果池田屋事件というのはこの新選組の勝利、活躍で終わるわけですね。はい、ここでですね、実際に近藤勇が江戸にいる養父に宛てた手紙が残っているようで、それをちょっと読んでいきたいと思います。折足区局中病人沢にて近々30人2箇所の豚場に二手に分かれ、一箇所土方歳三を頭として使わし、下説近々の人数引き連れ入れ、打ち込み候者、拙者はじめ沖田、長倉、東堂、周平、右5人にござ候、かねて徒党の多勢を相手に火花を散らして一時をの間先頭に及び候ところ、長倉新八の刀は折れ、沖田総司刀の帽子折れ、東堂平助刀は歯切りでささらのごとく、おいおい土方歳三を駆けつけ、それよりは召し取り申し候、実にこれまでたびたび戦い候へども、似合いと戦う者は稀に覚え候ひしが、今度の敵多勢と申しながらいずれも万有の勇士、誠に危なき命を助かり申し候。はい、いずれにしてもこの獅子側の側死は7人、生け捕り23人に及んだみたいですね。その他何人かは逃げ出した人もいるみたいですね。この3000人のあれをどうやって抜けたかはわからないんですけども、しかしというふうに書いてあるんですよ。彼らはよく戦っていると。この時の記録によると、幕府側の被害というのはですね、次のようであると。会津がですね、側死5人、手負い34人、彦根藩、側死が4人、手負い14、5人、桑名藩が側死が2人、手負い少々、その他、松山、淀、右2藩、いずれも少々死人、手負い、というふうに書いてあるみたいですね。一方、新選組の方は、というと、現場で即死したものは奥沢という人ですね。その他、重傷のため、後になって死亡したという人が、安藤、新田という人がいるみたいですね。その他では、東堂平助。この人は重傷を負ってますね。ちなみに、切り込みの始めから言っている近藤勇と沖田総司は無傷だったみたいですね。もちろん、後から来た歳三も無傷と。やっぱり強いんですよね、ここら辺は。で、さらに特筆すべきことはですね、幕府から恩賞が下されるんですね。それだけではないのが、朝廷からも新選組に100両が送られるんですよ。曲がりなりにも、尊王攘夷を掲げている尊王攘夷派の人たちを切った新選組に対してですよ、送られるということになって、このことが全国の侍にやっぱり衝撃を与えるわけですね。同時に新選組憎しという風になっていくんですよ。で、その後の影響としては、尊王攘夷の人たちにとってはですね、この時にもう第一級の獅子を亡くしてるんですよ。例えばですね、吉田歳麿だとかいうのはですね、もう長州のエリートだったんですよ。その他にも北添吉妻、このあたりはですね、あの坂本龍馬の海援隊にもともといた人だったんですけれども、まあこの人はですね、もう北海道の方まで調査に行ったりだとかですね、坂本龍馬の周りで活躍していた人だったんですよ。だからその他にも何人も逸材をですね、亡くしてしまって、尊王攘夷派の人たちにとっては大打撃を受けたということになるんですね。
一方で新選組の方はこの事件によりもう知名度がもう上がりきってですね、もう絶頂期を迎えます。もう幕府における新選組の立ち位置だとかですね、もう上がりに上がっていくんですよ。だから幕府側でも新選組をもう無下に扱えなくなってくるんですよね。実際この事件の後は近藤勇はですね、もう幕府の中の偉い人たちにですね、どんどん話しに行けるようになっていくんですよ。で、今一つ大事な影響を及ぼすのが長州藩ですよ。長州藩としてはですね、ここで怒りが頂点に発するんですね。まあこのあたりも過去に配信しました世に住む日々を見ていただければと思います。はい、ということでここからはサブ情報なんですけれども、この池田屋というのは現在、残っていません。今日ではですね、同じ池田屋という名前の、居酒屋になってます。興味がある方はぜひ池田屋に行ってみましょう。はい、ということで池田屋の事件で大活躍した新選組はこれからしばらくの間絶頂期を迎えることになります。これで別のような人間に様変わりしてしまったのが局長の近藤勇なんですよ。具体的には政治の話をするようになっていったんですよ。だから例えば新選組を預かっている会津藩の人たちはもとより幕府のお偉いさん方とかですね、幕府の政治のやり方に意見を入れるようになっていくんですよ。その他この近藤勇は他藩の人たち、だから大名が統治する藩というものがあるということをお話ししましたよね。その人たち、だから例えば土佐藩の政治を任されている後藤象二郎っていう人がいるんですけれども、その人にですね、熱心にこう手紙を送って議論を交わしたいっていうことを言ったりだとかですね、それもこれもあの池田屋事件で大活躍したからなんですよ。それだけ幕府のお偉いさん方よりかも一目置かれるような存在になっていったということなんですね。ただこの新選組、表向きには確かに絶頂期を迎えるようになるんですけれども、内部の方ではですね、少しずつ闇が生まれていくんですよね。ここに藤堂平助という若い新選組の大使がいるんですよ。この藤堂平助という人は近藤勇の司令官、だから江戸道場から一緒にやってきている、いわば新選組の初期メンバーなんですよ。立ち上げメンバーなんですよ。だから江戸で清川八郎が老子を重宝しましたよね。あの中に一緒に入っていた最初の8人ですね。そのうちの一人が藤堂平助ということなんですけれども、この藤堂平助がですね、最近思うところがあるんですよ。新選組は幕府の総督になっている。これでは清川の老子募集当時、上位の先駆けになる。といった趣旨が失われてしまっている。はい、確かにその通りなんですよ。失われているどころか、上位の先駆者である長州だとか土佐の人たちをもう池田屋で切りまくって、でそれからまだこれはお話ししてないんですけれども、禁門の変というのが池田屋の事件のすぐ後に起きるんですけれども、ここでも彼らと戦ってるんですよ。約束が違うっていうことになるんですよね。ただこの悩みは滅多に人に打ち明けられるものではないですよ。もしこんなものが歳三にバレたら、もう切腹は免れないですよ。そこで藤堂平助は彼が仲良くしている山並圭介という先輩にちょっと相談するんですよ。すると山並圭介、藤堂君、それは絶対に言わない方がいいぞということで、やっぱり口止めをするんですよ。まあちょっと時期を見ようということになってるんですね。つまり山並圭介も少なからずそういったことを思っているんですよ。なぜかというと、この山並圭介も藤堂平助も同じ千葉道場という、まあ剣術ですね、の道場出身なんですね。この千葉道場というのは、あの水戸藩と非常に関わり合いがある道場なんですよね。自然、水戸学、だから尊王攘夷の思想を、もろに影響を受けている道場なんですよ。だから、この山並圭介も、藤堂平助も、漏れずに尊王攘夷の思想であるんですね。もう一度改めて言いますと、新選組は尊王攘夷ではないです。はっきり言って、新選組の立場としたら、攘夷は攘夷でも、砂漠攘夷なんですよ。ここが違うんですよね。新選組は砂漠、近藤勇、土方歳三、これは砂漠なんですよ。この二人の肩を持つわけではないですけれども、二人は意図的に砂漠上位というわけではなくて、
立場上新選組がお金がないって言って会津藩のお預かりとなってしまったというこの立場上、あともっと言えばこの二人の生まれ故郷ですよね。武州というのは前にも言った通り幕府の天領といって直轄領なんですよね。だから自然と彼らの頭の中ではボスは将軍だ、将軍っていうのは幕府で一番偉い人ですから、やっぱりそんな環境もあってやっぱり砂漠なんですよ。上位は上位でも砂漠上位なんですよ。でも藤堂平助、山並圭介だとかその千葉道場出身の人は尊王攘夷の思想を多く受けている。ここの違いなんですよね。こうして少しずつ溝が大きくなっていくんですよ。そんな時江戸に伊藤貸太郎という人がいるんですけれども、この人が新選組と合流してもいいよという話が持ち上がるんですね。この伊藤貸太郎という人は文武両道の人で、だから頭もいいし、剣もできると強いということで、彼の門徒がいっぱいいるんですよね。そうなると近藤と歳三にとってもこれだけ心強いことはないじゃないですか。なんせ池田屋の事件でも大使は死んでしまっていますし、なんならもう毎日のようにやっぱ死んでいっちゃってるんですよ。まあその他にも新選組の局中法度ありましたよね。五箇条、あれを破ってしまって、切腹の処分と、なってしまった人も、だから一日に何人もいた時もあったみたいですね。だから大使は減ってしまっているので、そんな時にこんな話がですね来たもんだからやっぱり嬉しいんですよ。それもその情報源が藤堂平助なんですよね。当然藤堂平助の悩みは近藤と歳三には伝わってないんですよ。その上この藤堂平助という若者はもう性格がいいですから、近藤も歳三もひどく可愛がってるんですよ。それに江戸時代からの立ち上げメンバーじゃないですか。やっぱり信用しているんですよ。なんですけれども、この伊藤貸太郎、千葉道場なんですよ。藤堂平助は伊藤貸太郎にも自分の不満を訴えてるんですよ。つまり伊藤貸太郎はそれを受けてのことなので、だから平たく言ってしまえば伊藤貸太郎は新選組を乗っ取ろうとしてるんですよ。それで合流しますよっていうことを言っていると。結果的にこの伊藤貸太郎は新選組に合流することになります。門徒を何十人も引き連れてですね。で、山並圭介がですね伊藤貸太郎のところにしょっちゅうくっついて回ってるんですよ。それを冷ややかに見ているのが土方歳三なんですね。この土方歳三はこの伊藤貸太郎、山並圭介をひどく嫌っているんですよ。歳三にとってみれば思想なんてものは元からないんですね。砂漠でも尊王でもないんですよ。もともと生まれ育った環境が武州ということで、多少は砂漠、まあどちらかというと砂漠になるんでしょうけれども、でもそこまでではないんですよ。歳三っていうのはあくまでも思想ではなくて、新選組をいかにしたら強くなるか、ここだけを考えてるような人なんですよ。だから根っからの喧嘩屋なんですよ。喧嘩好きなんですよ。だから歳三は最近政治の話をなんか議論するようになった近藤勇のこともちょっと冷ややかな目で見てるんですね。そんなある日のこと、山並圭介が夜逃げするんですね。朝になっても山並圭介が顔を出さないので、部屋に行ってみると荷物は全部なくて、机の上に置き手紙があったと。これはただごとではないですよ。なんせ山並圭介の新選組における肩書きというのは総長なんですよ。この総長というのは局長、だから近藤勇に知恵を与えるような人なんですよ。だから組織的にはもう大幹部もいいところなんですよね。局長近藤勇がいて、副長で土方歳三がいるじゃないですか。大使の指揮権は全部副長である歳三から出るんですけれども、総長というのはまあ副長と同じぐらいのところにあるけれども、まあ指揮権はない。代わりに局長にいろいろこう、だから新選組の方針だとかそういったことのアドバイスを与える役目なんですよ。いずれにしても大幹部、この大幹部が新選組から脱退しても良いものかどうか、それを沖田総司が歳三に聞きに来るんですよね。というのもこの沖田総司、山並圭介と非常に仲良かったんですよ。山並さんはどうするんです？俺に聞いたってわかるものか。そういったことは新選組の支配者に聞くがいい。近藤さんにですか？大砲さ、切腹だなと沖田は思うわけですね。ただ大きな声でこう言うんですよ。土方さんはみんなに憎まれていますよ。無論山並さんも憎み切っている、打滑のようにと言っていい。それがどうした？どうもしやしませんよ。ただ皆あなたを恐れ憎んでる、それだけは知っておかれてもいいんじゃないかな。
近藤を憎んではいまい。そりゃ近藤先生は慕われていますよ。大使の中では父親のような気持ちで近藤先生を見ている者もいます。あなたとは違って。俺は打滑だよ。おや、ご存知ですね。知っているさ、総人。言っておくが、俺は副長だよ。思い出してみるがいい。決闘以来、隊を緊張強化させる嫌な命令、処置は、すべて俺の口から出ている。近藤の口から出させたことが、一度だってあるか？少量である近藤を、いつも神仏のような座に置いてきた。総人、俺は隊長じゃねえ。副長だ。副長が、すべての憎しみを被る。いつも隊長をいい子にしておく。新選組ってものはね、本来烏合の衆だ。ちょっと緩めればいつでもバラバラになるようにできてるんだ。どういう時がバラバラになる時だか知ってるかね。さあ、副長が大使の人気を気にしてご機嫌取りを始める時さ。副長が山並や伊藤みたいにいい子になりたがると、苦い命令は近藤の口から出る。自然憎しみや器用方変は近藤に行く。近藤は大使の心を失う。タイはバラバラさ。ということで、山並圭介が京都から江戸に向かっているんですよ。それは置き手紙に書いてあるんですよ。江戸に帰りますということをわざわざ書いてるんですよ。なので打っ手を差し向けるわけなんですけれども、それを歳三は沖田総司に命令するわけなんですよね。あの山並圭介と仲が良かった沖田総司なんですよ。で、沖田総司が京都から山並圭介を追っていくんですよね。すると、しばらく行った道沿いにあった茶店から、沖田くんと声が聞こえるんですよ。山並圭介なんですよ。山並先生、豚所までお供します。意外だったな。追っ手が君だったとは。山並は言うわけですね。土方くんの下にいる監察どもなら、生きては今日に返さないところだったが、構いません。山並先生がどうしても江戸に帰りたいとおっしゃるのなら、刀をお抜きください。私はここで切られます。どうして？切られるのは私の方だよ。私も君の腕にはかなわないだろう。ということで、山並圭介と沖田総司はその宿場町で一泊して、翌日に、今日の新選組の豚所まで、行くわけですね。で、さらにその翌日に山並圭介切腹ということだったみたいですね。これが1865年の2月23日のことだったみたいですね。で、ここでなぜこの下りをピックアップしたのかというと、ここに日本の侍らしさがですね、非常に垣間見える部分でもあるんですよね。例えば、山並圭介、わざわざ江戸に帰るって自分の行き先を書かなくていいじゃないですか。それに実際沖田総司が山並圭介を追っているじゃないですか。で、ある宿場町、まあ今でいうところの滋賀県の大津という場所があるんですけれども、この宿場町の茶店の前を沖田総司が通った時に、沖田くんって呼ぶんですよ。こんなのもわざわざ呼ばなくていいじゃないですか。山並圭介とすれば分かりきってることですよ。自分を追ってきたんだなって、これで捕まってしまうと死ぬことになるということは分かってるんですよ。わざわざ呼びかけるんですよ、沖田くんで。そしてさっき山並圭介が言ってた通り、これが沖田総司ではなくて土方歳三の下にいる連中だったら多分やり合ってたんですよ。でもそれが沖田総司、自分が可愛がってた沖田総司だったから、素直に潔く捕まっていくんですね。さらに打っ手を沖田総司に任命する歳三も歳三ですよね。だって歳三も山並圭介と沖田総司が仲いいことを知ってるんですよ。だから沖田総司を差し向けるんですね。実際山並圭介が切腹するじゃないですか。切腹した時に、もしその腹切りのやり方がうまくいかなくて死にきれなかった時のために、解釈って言って、その切腹する人の後ろに立っていつでも首を落とせるような役目を持っている人がいるんですけれども、その解釈がこの山並圭介の切腹の場合沖田総司だったんですよ。この解釈する人は切腹する人が選べるんですけれども、だから山並圭介が最後に沖田総司を選んだわけですね。このあたりの、だから侍の潔さだったりだとか、卑怯なことはしないだったりだとかですね、だからそれがあるからこそ江戸に戻りますっていうことを堂々と言うのだし、打っ手が来た時も呼び止めると、こういった潔さ、卑怯なことはしないといった侍の性質が垣間見える部分でありました。夢見ていますか、この国の未来を。 もがいて
け抜けた同志の使い切られた命に胸を張れますか。この海の遠く彼方に果てない想いを馳せ、素直でいい、自由でいい、希望の靴音鳴らし、未来